界でもトップクラスの技術とサービスを誇る日本の美容師たち。美のミシュランと称される神カリスマヘアサロンガイドには、その中でも特に高度な技術を持つ美容師や美容室が掲載されています。時代の最先端を行く神カリスマたち、その追い求めるスタイルを紐解きます。青山にあるヘアサロンザックラフィネ。伊藤類さんは20代の頃に海外でヘアメイクアップアーティストとして活動をスタート。講師だった経験を生かした豊富な知識でモデルやタレントからの信頼も厚い人気のスタイリストです。ヘアメイクの仕事をしていたので、髪の毛以外のトータルバランス的に、まあ、メイクのこともそうだし、ここもちょっとこう変えたら絶対良くなるなとか、もう自分の中では初見で、あ、この人こうしたら、でここがこうなったら絶対可愛いなっていうのはもう、あ、分かるんですよね。確かな技術とその柔らかな笑顔を求めて、たくさんのファンが訪れます。そんな神カリスマが追い求めるスタイルとは。お客様を幸せにする、もうそれ以外美容師としてはなくて、そのお客様の人生を預かっているような気持ちで常に仕事はしてるんですけれども、いかにそのお客様の人生を豊かにするお手伝いができるかっていうことを一番にこだわって美容師としてはやってる感じです。お客さんがその満足してくれたというか、もう来てよかったって思ってくれることが正解だと思うんで、お客さんはこの長さじゃなくて今日はこの長さの気分だっていう方も絶対いると思うから、それに対して自分がパーフェクトと思うお客様の像プラスアルファ、そこのお客様の求めてるところに寄り添って提供していくっていう、やっぱり長いお客さんが、まあ、11年っていう長さですけど、それでもずっと通ってくださるお客様もやっぱ多いので、その人の人生をこう一緒にこう歩ませていただいている感覚があって、でそれをやっぱり肌でこう実感できるのがこの美容師としての仕事だと思うんですよね。でそれを感じた時はやっぱり一番幸せを感じますね。お客様への感謝の思いは誰にも負けないという伊藤さん。そんな彼の今後の夢は。年明け早々ぐらいに自分の会社を立ち上げて、新しくお店を作るんですんで、まずは働いてくれるスタッフの最高な場所を提供するですかね。神カリスマっていうね、本当にすごく素晴らしい、一つの目標となる指標が今あるんで、それをぜひ目指して、僕も負けないように成長はしていきたいと思うので、切磋琢磨してね、一緒に美容業界を盛り上げていければなと思いますので、頑張ってください。美しさと感動を与える神カリスマたち、今日も人々に笑顔を届けます。